どうも、一生声かけ中のものです。今日はですね、セレナのシリーズハイブリッドなんですけれども、いきなりで申し訳ありませんが、今日は皆さんに未知なる力、すごい力を紹介したいと思います。この車ですね、私の手の力とこちらのオプションのこのボタンを押せばですね、すごい力が発動します。この周りの景色を見ていてください。いきますよ。ドゥ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 。E パワーです。さあ、というわけでこちらの窓が変化したのはハンドパワーでも E パワーでもなく、こちらのですねボタンを押すことでこのように車高度合いが変化する液晶のオプションによるものなんです。でもこれ本当すごいよね。ほら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 。さあ、というわけで改めましてこんにちはです。今回紹介するこのセレナ、まずはねこのパワーユニットを見ていきましょう。今回紹介する車はですね、シリーズハイブリッドの E パワーシステムを搭載しています。 1.2 リッターの4気筒ガソリンエンジンとモーターを組み合わせています。走行はですね、すべてモーターで行ってます。このモデル、外装にもいろいろ特徴があります。今やミニバンでは定番のこのエクストラウィンドウなんですが、これすごくねセレナは鋭角でかっこよくて、さらにでかいんです。デザインと視界を優先したため、このように下がですね、鋭いエッジになってます。このエッジをですね、通常のフェンダーでは実現できません。そこでこの開発陣はですね、フェンダーを通常はやらないんですけれども、上下2枚に分けてこのエッジを再現したんでした。えらいね。サイドに回ってきました。今回のエアロ仕様はこのように大きめのエアロパーツ、すごいんですけれども、これがなくてもですね、この E パワーモデルはですね、整流のことをよく考えたパーツが装着されてます。それがこれホイールなんです。実はですね、このホイール、見た目だけじゃなく本当に空力のことを考えてまして、これ単体を装着するだけで標準車、ガソリン車に対してタイヤ周りの乱流を防ぐ効果があるんです。そしてリア、やはりリアでも気を使ってます。これはですね、 E パワー専用のリアウィングとリアのサイドのスポイラーパーツなんですけれども、これ実際に効きが強くてですね、このサイドの部分はものすごく整流効果が高く、乱流を後方に大きく飛ばす効果があります。そしてさらに注目はここ、ミニバンのドアって大きくて開けるのも結構大変なんですが、このセレナはですね、伝統的な装備としてほらこの部分だけが開くんです。セレナ E パワーで大人数で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラートライトがあるのかですよね。おっ、これ珍しい、でかいね、すごい。あるのかな、ないのかな、だったら、え、でね、ありました。でもライトはない、50点です。で、50点ではありますが、特徴があります、ここ。これ見てください。このバイザー、ほら、半透明になってるんです。だから日の光を防いでくれますけれども、この斜め上の信号はしっかり見えるっていうわけです。いいやつでした。シートは大柄でボリュームフルです。シートはですね、見た目通り非常に弾力があって座り心地のいいもの。そしてこちら、アームレストが左右ともに備わっています。インパネです。造形は立体的、そしてとても視界がいい。視界は大変良好で、前方はもちろんですけれども、このように右や右斜め下、そして左斜め下までとても見やすいんです。先ほど紹介した外板を変更してまでこのウィンドウにこだわった甲斐がありますよね。そして注目はですね、メーターです。これ E パワー専用のものになってまして、このように左端にはパワー繊維系統が表示可能です。この車、さすがミニバンらしく小物入れが充実してます。あまりにも数が多いので、私興奮して思わずポンスポーンな感じで紹介したくなっちゃいます。いきますよ。ポンスポーン、ポンポンスポーン、ポンスポーン、バカテンポ。また中央には大型モニター、その下にはですね、アナログの操作系を持つエアコンの操作系、さらにこの下なんですけれども、これは E パワー専用の電子式のシフトレバーが備わっています。右上がリバース、こちらでパーキングで戻ります。そして電子パーキングブレーキはこちら、さらにこちらシフトで D に入れた後ですね、走行モードを変更できます。それはこちらになってまして、こちらのドライブモードというスイッチを押しますと、S、エコ、そして標準というふうに切り替えが可能です。さらにこちらでですね、 S、エコにした後はですね、こちらのスイッチを使うことができます。このシッとしたマークはですね、押しますとマナーモードが発動します。これはいわゆる一般的には EV モードというやつです。またこちらのチャージモードを押しますと、エンジンを強制的にかけるモードです。充電を促進します。
ただこれですね、シフトは左、ドライブモードは右、そしてまたチャージモードは左と結構手の動きが煩雑になっちゃいますよね。これね、中央の方にまとめてくれると便利だと思いました。ただですね、そんな時には皆さん自分のことをですね、大谷さんだと思えば楽勝です。そうすればこんな二刀流なんかは朝飯前でございますよ。微妙にネタが古く、またちょっと二刀流とこの左右っていうのはちょっと違いましたね。例えが、さすが野球に詳しくない男の例えです。前席の下にはバッテリーがあるんですけれども、そのバッテリーの隆起部分を逆に利用してですね、ここ e パワーには専用のトレーが備わってます。またこのトレーの位置が低いので、ここに空間があります。このためe パワーモデルはここを快適に、そして簡単にウォークスルーすることができるんです。いいね。セカンドシートです。こちらもたっぷりとした造形です。この2列目にはレバーが3つ備わってます。一番後ろのレバーを使うとリクライニング、そしてですね、前にある上段のレバーを使うとこのように前後にスライドができますが、これ一番下のレバーを使ってですね、内側に引き寄せてやりますと前後の移動量がガイーン超増えます。最大で690ミリ、ほらこんなにスライドするんです。ちなみにこのロングスライド機構そのものは仙台セレナにもあったんですが、今回のモデルはですね、このスライドレールにですね、ベアリングと、さらにはですね、そのベアリングを支えるサスペンションを組み込みました。それによって動作がむちゃくちゃ軽くなったんです。えらいね。なお、リアサイドウィンドウにはこのようにサンシェードも備わっています。また下にはですね、ペットボトルが入るポケットもあるんですよ。ちなみにこのシート、もしかすると1列目よりも乗り心地、座り心地がいいかもしれません。とても大柄。背中のこの背もたれの長さすごくないですか？さらにですね、これ実はこの背もたれがですね、中折れ機構。このようにほら、中折れ機構になってまして、人間の猫背っぽい背中に合わせた造形なので非常に座り心地がいいんです。この中折れ骨格はですね、実はこのフロントシートにも採用されています。いや、しかし2列目はアメニティが充実です。ここには個別に USB ポートがありますし、さらにここにはコンビニフック、これ開けますとテーブル、さらにこれはですね、見てください、ほらカニ道楽。さあ3列目を見たいと思いますけれども、あえて室内を通っていきましょう。これ狭そうに見えますが、さっきの横レバーを使えばほら広くなる。だからこうやって余裕で3列目に行けるんです。さあそんな3列目なんですけれども、さすがにですね、シートの高さはそれほどありませんが、しっかりと大人、173センチの身長を持つ大人が座ることができます。頭上空間も広いですし、左右の空間にも余裕があります。でこれ偉いのはですね、ただシート空間に余裕があるだけじゃなく、こちらの紐を引きますとこのようにリクライニングもできることなんです。でそれだけじゃございません。シート下のレバーを使うと、なんと3列目だけどしっかり前後スライドできるんです。これはね、使い手がある。これは偉い。このクラスでのスライドっていうのはとても偉いと思います。さらにここに秘密。この車3列目をよく考えてます。ここに USB ポート、この上はですね、なんとこれを押しますと、えらい。しかもそれだけじゃない、ここ2列目の下のレバーをこれをキックすると、ほらまたさらにここ、このレバーを使うと3列目から自由に動かせると、こんな感じで3列目っていうと、こうなんていうんですかね、おまけとまでは言いませんけれども、こうちょっとね、できることが少なかったりとか、我慢しなきゃいけない部分が多かったりするんですけれども、この車は3列目から何だってできちゃいます。ラゲージチェックします。3列使った状態でも結構広いですけれども、さらに拡大するにはシートを倒すんですが、これアクション自体はすごく大きいんです。ほらでもこんなに軽く持ち上がる。で最後にこのフックをかければ終了です。ほらほら、畳めば結構でかいスペース。じゃあここでミニバンのお楽しみ、車中泊できるんかい、車内休憩モードできるんかいのコーナーです。まずヘッドレストを外す。でここから3列目、
できました。これはねなかなかいいよ。ちゃんと水平出てるし、ここに段差があるけど、でもこう不自然な角度がついてないのがいい。わあ、ちゃんと寝れる。さらに打ち寄せします。ほら完璧です。ほら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 、いやこれはびっくりした。真面目に2泊はできますね、余裕で。スタート直後です。バッテリー容量不足と、あとエアコンを焚いているので、エンジンがかかってますけれども、でもね想像よりも静かです。というのはこの e-power システム第一世代を使っているんですけれども、第一世代のノート、つまり仙台ノートの e-power に使われていたものよりもですね、エンジンの発電時の回転数を抑えているんです。ノートでは2400回転、仙台ノートでは2400回転でしたが、この車は基本的に2000回転前後になるような設定にしているんです。うん、だから本当に静かでね、そもそもこの車遮音材をものすごく増しているので、その効果も大きいです。さあここでエンジンをですね強制的にオフにできるマナーモードにします。でマナーモードにするためにはですね、このドライブモードで S またはエコを選択する必要があります。今エコにしました。エコにするとですね、アクセルペダルを離した時の回生が強まった状態になります。でこのエコにした状態でマナーモードを押します。するとエンジンがオフになってとても静かな環境になりました。チャージモードもあります。これは逆にですね、可能な限りエンジンを発動させてですね、充電を早めるというものです。さあオフして通常モードのエコドライブで走ります。さあこのですねエコモード、それから S モードにした時にはですね、このセレナならでは、 e パワーならでは、そして第一世代の e パワーならではの面白い動きが楽しめるんです。皆さんご存知の、そうワンペダルです。このようにアクセルで加速をしていきます。そしてアクセルペダルから足を離すと強い G、 これなんとね 0.15G まで発動するんですが、この 0.15G の大変強い減速 G を使って、なんとですね、この第一世代の特徴ですけれども、でれーん、停止までできるんです。ですからこの停止までできる E ペダルを使って投げてしまうとですね、街中の運転がむちゃくちゃ楽になります。だってブレーキペダルよりもペダルが1個少ないんですもの。非常に単純なこの計算式によってですね、むちゃくちゃ楽になるんです。このように信号の停止線でもピタッと止まります。でもこれってクリープがなくて不便じゃないって思う人もいるかもしれません。実はですね、裏技的にクリープできるんです。この E ペダルで停止した後ブレーキを踏み込みます。でそこから足を離す、するとほら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 、クリープするんです。ですからE ペダルによるですね、完全停止モード、それからクリープを使うモード、それはユーザーの好みで使い分けることができるんです。またもちろんですね、このドライブモードの変更でエコや S ではなく標準モードで走っていれば、クリープすることが前提のデフォルトのモードになります。さあ一般道で大変快適な E パワーですが、高速はどうなんでしょうか。都市型高速に乗ります。まずはドライブモード標準です。さあ合流、強めに踏んでみます。標準モードではまあそうですね、標準的な加速です。さあこれを S にします。するとあ、やや強め、そしてエンジンのかかるタイミングも早いんでしょうか。標準モードよりも力強い加速になりました。ただセレナに限らず、やはりミニバンですから、この車車重が1770キロありますから、スポーティーモデルのような加速という感じではありません。ただしです、最大トルクがですね320ニュートンもあるので、これ NA 換算だったら NA3 リッターエンジンくらいでしょうか。それが瞬時に立ち上がるので、
皆さんがガソリンエンジンの3列シートミニバン、このクラスの3列シートミニバンに抱いてるイメージよりは全然早いです。ほら、踏んだ瞬間にクンと反応してくれる、それぐらいのですね力強さはあります。さあ、そして高速に乗って感心したことがあります。ですね、今エンジンはですねほとんど常時かかっているような状態なんですけれども、とても静か。いや、確かにねエンジン音は聞こえます、聞こえるんですけれども、いや、なんかね、まずそのエンジンの音自体が小さいこともそうなんですが、というのは普通ですね、大きな車体を高速道路で空気抵抗を切り裂きながら走る場合にはガソリンエンジンってものすごいエンジン回転数上がったりしますよね。それがないのでまず静か。それに加えてやっぱりこの遮音ラミネート膜入りのフロントウィンドウ効いてます。風切り音的なものも小さいし、車内の音も小さい。そしてこの吸音フロアも効いております。いやー、これは意外だ。 e パワーっていうとですね、高速道路ではエンジンの方が効率がいいので e パワーにとっては苦しい局面というふうに思っていたんですが、もちろん絶対的な燃費等ではそうなるのかもしれませんけれども、このね静かさのメリットがすごくね効いてきますね。これはなかなかいいやないかい、いいやないかいと私の中の謎の関西人も喜んでおります。うん、いいんだね。そうか、やっぱり。さあ、というわけでステップワゴンやノアボクなどのライバルが相次いでモデルチェンジする中、モデル世代的には結構古めになってしまった、そしてですね e パワーとしても第一世代で、ちょっと古くなってしまったセレナはどうなんだい、どうなんだいと思って乗ってみたんですが、いやいや、なかなかどうして。これはねマジでね、 e パワーの良さ強さっていうのは今でも十分に通用しますね。というわけで大変ビンビでした。ごちそうさまでした。